いあのまあ、言い残したことが多すぎるようなあるいは言いすぎてしまったような複雑な気持ちですが、うん、あの国家とか体制とかっていうものは常にです、ね、民衆の敵これも格好好好きですけど民衆の敵を作らないと維持できないものなんですでその敵の部分に追い込まれた人たちの不幸せ例えば張さんの不幸せとかそういうところにはなかなか思い入っていかないものなんですよねでこの21世紀に向けて 何とも名付けられないようなそういう今世紀末から新しい世紀に向かう時私にも自信を持っては断言できないけれども民衆の敵をなくしていくことがこの次の課題じゃないでしょうか統合についてもそれからあのゴルバチョフがねあれの民衆に直接対話を始めたことについてもレーガンが暗殺未遂があった時に私はやはりアメリカの民主主義っていうのは信じなければいけない。 少なくともピストルを飲んだ男が射程距離にまで近づけるそういう形での民衆との接触がある私たちの国にはないだからアメリカにはまだ民主主義があるということを言いましたけれどもそれが常識になっていくような非常に嫌なねいろいろと投資をださった方ファックスくださった方が嫌だ嫌だと思ってるようなことがたくさん起きてくると思いますよこれから10年か15年私見ることができるかどうかわからないけれどもそしてそういう時代へ移行する過渡期 世紀末だと思うんですですからどうぞ皆さんね今までの規制の概念にとらわれてこれが正しくてこれが悪いって言ったような二元論的なものの見方をせずヌスっとにもせいぜい三分の理屈ぐらいのところまではね自分の中に余裕を持ってほしいんです物を眺めていくそうしないといつまでゴルフ場繁栄が続くか分かりませんしね在宅もいつまで続くか。はい、山崎さんどうぞ